はい、皆さんこんにちは。毎畜今日もドリスピやっていきます。いつも高評価コメントしてくださる方本当にありがとうございます。今日はですね、いつもとちょっとね違う内容ですね。僕はね、いつも生配信で皆さん来てくださるね XD 企画をねよくやっています。まだ来られたことがない方ぜひまた来てみてください。前置きはこのくらいにしましてですね、今回っていますこのハイインプレッサー、GC8 ですね、型は GC8 ですね。なんとですねこちら、まあね今常設されてますよね、このゴールドオーダー、こちらをねこの優勝ですよね、単発でね、はい、今画像出てるでしょうか、当たっちゃったんですよね。いやびっくりしましたね。まずまあ確率で言えばね星6なので、こちらありますね 0.146%、 まあこれを当てることができたということで喜んでいますが、冒頭で言ったように僕 XD 車両をね皆さんのガレージ訪問という形で生配信をさせていただいていますが、なかなか自分自身のね車両を作るっていうことがまあ減ってきてたわけですよ。持っている車両が実際この星7車両はね 180 と BRZ で止まっていてですね、まあこの車両をゲットすることができたので、ちょっとね久しぶりに気合い入れてやっていこうかなって思ったんですね。でまあ結果こういう形になっているんですが、まあこのセンスは置いといてですよ、まあ実際ね今この形が最終形態ではないんですね。まあ見てくだされば分かるように、ここですね今回の注目ポイント、はい、このヘッドライトの上にあるね、まあアイラインですよね、言っちゃえばここから見れば分かるかと思うんですが、実車のねアイラインとかをねこういう近くで見るとまあシンプルじゃないですね。形が結構ねこうブーメランというかな、結構こういう形をしているんですが、今日はですね、まあ、このアイラインの作り方といいますか、簡単なね解説というか、このアイラインを作る上でのね、レイヤーの種類だったりとかね作る工程をね、ご紹介していこうと思います。初めてのこういう動画なので、実況しながらね、まあ、流暢に話しながら皆さんに分かりやすくこうお話ができるのか、ご説明できるのかっていうのがちょっと自分自身疑問なところがあるんですが、結論を言いますと、このトネですね、トネ、僕はトゥーンと呼んでいるんですが、生配信でのねなんかまあ遊びというかトゥーンと呼んでいます。まあそこは置いときましょう。このトネとこの白ですね、言ってしまえばですね、このスペシャルのこのトネですね、そしてこちらの図形のねこれですね、こちらのね長方形を使ってね僕はこれですねやってます。そうですね、先ほども言いましたが、この形になるのはね全く同じものを今作ることもできないかもしれませんね。まあ結局はこういうことなんですよ。なのでまあ一旦これを外しましょう。外しますとこうですね、これ自体はまあ白のボディでね、そこにこれも一旦外しますと、まあ普通のねインプレッサーの、かっこいいお顔をしております。もちろんそこにですよ、スペシャルかな、スペシャルのトネをちょうどこの角度ですね、レイヤーを作るときにとても僕ありがたいのは、そのレイヤーを一回消しますよね、消すときにちゃんとねその最初貼った位置に戻ってくれるので、もう一度同じものをこれ選択しますよ、そうすると全く同じ場所に来るんですよね。これはありがたいですよね。ここで注目するのはですね、まあ、この下は結局消えちゃうのでまあほっとくとしてですね、自分がまあアイラインにしたい幅ですよね、こういうまあ言っちゃえばこれぐらいだったらあまり上に出ないぐらいですね、まあ薄いというか、でがっつり行きたい人はまあこういう感じで、なぜこのトネがねいいかというとですね、このステッカーの上にねちょうど
まあ、トネという白い文字で、そしてその周りに赤い枠があって、そしてもう一つね、周りに白い枠があるステッカーですよね。なのでこの白いボディ、この白いラインが一体感があってですね、まあ、このサブカラーの、今僕はのこれにしてますね、カーボンにね、スポットの境もねちゃんとまあ強調できるというか、まあ、非常にいい形でね、このトネ君がね、うん、発揮してくれるんですよね、自分の持っている魅力をね、うん、トネの魅力発揮です。はい、まあ、なのでこのトネを使ったね形でやりたいっていう方は、白いボディをねベースにしてくだされば間違いなくできると思います。まあこれに似たものをね、あのこのねレイヤーの中から探すっていうのもいいかもしれませんね。そこでまあ違うカラーがあれば、そのねボディ自体もねいろんなカラーを選択しながら、作っていくことができると思いますので、そこら辺はねまた楽しいんじゃないかなと思いますが、で今回はこのトネでいきましょう。僕はですねこれぐらいかな。まあ上に出すぎてもちょっとね、でもまあインパクトが少なすぎても、一番端っかはここをちょっと超えるぐらいまで来ないと、白いね漬けをかぶせた時にちょっとね物足りなくなってしまうと思うんで、一応これで設定しましょう。 OK でですね、あとはもう簡単ですね。先ほども言いました、この図形のねこちらを角度としては、まあこのトネをね貼った角度と同じ状態で、サイズは 110%、うん、パーセントのところは110ですね、こちら。そして回転度、ここはまあ180、この状態にしてですね、これを少し下げていくと、少しね顔を出しましたよね。これをどこまで下げるかでは変わってくるんですが、これをもっと丸みをね持たせたいとなれば、これとかどうなのかな。あ、まあねこんな感じになりますよね。まあこういうのもありかなって思います、正直。まあ今回はねこのねヘッドライトにぴったりつけるよりも、少しこうヘッドライトとのね間隔も開けてね白にするのもかっこいいかもしれませんね。これで一回見てみるとこんな感じになりますよね。結構いいんじゃないかな。そしてまたこれを選択すると先ほどと同じ状態に戻ってくれるので、これがまあやりやすいですよね。これであともう上下にずらすだけでこんな風にもできますし、ちょっとこうしようかな。これでまあ先ほどのにね上から見てもそうですね、最初の僕のアイラインに近い状態になったと思います。まあこれがですね、はい、現在の僕の WRXSTIGC8 の、まあ、頑張ってねちょっとやってみようと思った結果生まれたアイラインですねの簡単なね、まあ、作り方のご紹介でした。まあね、そのうちレイヤーなども増えてね、アイラインとか実装されてですね、こういうことをしなくても簡単に自分の好きなカラーとか、形のねアイラインを選択して装着できる時が来るかもしれませんが、まあそれまでにねやっぱりこういう設定されてないものを自分でレイヤーを使いながらね一つ味付けをするっていうのも、XD 車両を作る上での大きな楽しみの一つではないかと、思います。もしよろしければぜひ参考にされてみてください。またね、僕も XD 車両を制作するの本当好きなので、普段はね定期で皆さんのガレージを訪問させていただいてですね、 XD 車両のねご紹介をしてますね。そういう生配信をしているので、ぜひ皆さん興味がある方は遊びに来られてみてください。ということで今日も皆さんご視聴してくださってありがとうございました。今日はね XD 車両についての初めてのこういう動画でしたが、またね機会があれば不定期ではありますがこういう動画をね上げていこうと思います。ぜひよければチャンネル登録などされてみてください。それではまた次の動画で、はい、お会いしましょう。じゃあまたね。